イタリ生産者聖堂イタリ生産者聖堂の内関南極海のキング城ージ島にあるイタリ生産者聖堂はロシア聖教会の小さな聖堂、教会である。ベリングスハウゼン基地の近くにあるイタリ生産者を記憶する聖堂である。全世界の聖教会の聖堂の中でも最も南に位置している聖堂の一つに数えられる。ただし、南極の聖教会の聖堂としては他に、 ブルガリア正教会のリラの誠意を暗制度がある。キング・ジョージ島の位置、キング・ジョージ島の地図制度を、教会化修道院を南極に創設しようという意欲的な計画は、1990年代に表面化した。南極のために制度をと名付けられた募金活動は、モスクワ総主教、アレクシー2世によって祝福され、全ロシアから寄付が集まった。 この計画のために建築家を選ぶコンペが開かれ、バルナウル出身の P.I. アニシ・ホロフ、S.G. ルイバク、A.B. シュミットが選ばれた。聖堂は15メートルの高さの木造建築で、ロシアの伝統的な様式に則っ,っている。聖堂は30人の参踏者を収容できる。シベリアツ EN、シベリアンパインを用いて、アルタイ山脈地方の大工たちが、 KV フロモフの監督下に建設を行い、一旦解体されて南極に運ばれた後、ベリングスハウゼン基地の職員によって再び組み立てられた。イコノスタシスはパレフのイコン絵師たちが描いた。聖堂の金はセルゲームラビオフアポストルの末裔たちによって寄付された。教会は聖教会歴でイタリ製三社祭とも呼ばれるペンテコステにあたる2004年5月29日に、 開かれた。聖堂はこの日のために南極を訪れたイタリ生産者聖セ,セルギー、大修道院の修道司祭、カリストラとロマネンコによって聖記を視された。この聖堂の管轄司祭はゲオルギー神父である。ゲオルギー神父は20年間の局地での生活経験があり、現在自身の教会の近くに高級的に住んでいる。日々の教会での仕事の傍ら、 南極探検でエミンした64人の例の暗息を祈り、ベリングスハウゼン基地の職員の精神的な必要に応じた活動を行い、基地周辺の人々のためにも同様の働きを行っている。イタリ生産者とは三位一体の神を意味する日本聖教会の用語である。三位一体それぞれの語は日本聖教会でも起飛されないが、三位一体のように セットで用いられることは、日本聖教会では絶無であり、三位一体制度、三位一体大制度、といった表記は、日本聖教会では用いられない。単に、生産者とも、方針例では呼ばれるが、修道院や、制度の名には、イタリー生産者を用いる慣例がある。ワールドワイドアンタークティックプログラム、A カトリックチャーチ・イン・アンタルクティカ、A チャレンジ・フロム・ワップ。 29ジャニュアリー2006ビジテット15エープリル2006ブルガリアの南極観測基地であるオフリドの聖クリメント基地にあるブルガリア聖教会のリラのヨアン聖堂はより南極点に近い聖堂であるがイタリ生三者聖堂ほどに本格的な建築を伴っていないイタリ生三者聖堂とリラのヨアン聖堂のいずれを南極点に 最も近い正教会の聖堂とするかは、聖堂の定義にもよる。なお、アメリカの南極観測基地マクマード基地にある南極、雪の聖堂は、世界で最も南極点に近い宗教施設であるが、これは正教会のものではなく、カトリック教会と聖公会が活動しているものである。ありがとうございます。